今日のテーマは、うん、まあ今、宮根さんがちょっと、えー、触れた部分ですけども、うんまあ、ウクライナ戦争というか、うん、ロシアのウクライナ侵攻問題の、まあ、今現在地ですよね。うん、ただあの直後は、まあ、多くの方が衝撃を受けたと思うんですけどこれも実はあれ2月24日だったので、うん、今日12月、まあ、これ24日という意味では10ヶ月、まあ、ほぼ300日なんですね日も経つとですね。<laughs> えー、だんだんまあ興味ある人はもうなんかこと細かに武器の内容とかそっちの方をすごくあの、えー、フォローしててあ後の方々はちょっともうなんか遠くで起きてるものになってるっていうちょっと両極化しているようなところもあるのかなと思うんですけどもあのぜひ今日はですねちょっといろはからやりたいんですがやっぱりその「ホワイの部分ですね「なぜ」の部分っていうのをちょっとしっかり今日は。 あのゲストの方からお聞きできればなというふうに思っています。はい、やっぱりちょっと今日は色派的にもう今更聞けない的な感じなんだけど、うん、やっぱりここがまだ答えられてないと思ってたんです。うん、だからまかなりあの、うん、その答えがあるわけじゃないんだけどこの中にそのなぜそれが相変わらず答えとして出てこないのかの理由はよくわかるでような書いてあるんですけど、うん、要するに多くの専門家が予想が。 外れたわけですよ、ね、まあ小泉さんもご自分でおっしゃってたけどさすがに軍事侵攻はロシアにとってメリットないししないだろうというふうに思ってた、えー、で結局まさかの全面戦争で、まあ、しかもその次がまあ,あってその全面戦争でじゃあ48時間で終わると思いきやなんか あの300日経ってもでむしろ今ウクライナがその反転攻勢しているという話もあるしでも実際はかなり苦しいという話もあるのでその辺もちょっと聞きたいんですけどもはいでまあ最終的にはまあそういうのを踏まえた上でじゃあどういう出口があるのかということまでできれば聞きたいなと思っているんですけどあのまあ本当ずばり1問目どうです今,今,だと今にして振り返るとえ小泉さんはその今回のロシアが。 どういうその計算というんですかね、うん、どういう損得感情も含めてやってるというふうに今この,この300日を経てどうあの。 考えてられますかあのまずやっぱりこういうそもそも論等の非常に僕大事だと思って今まさにおっしゃったように、はい、もうだん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 です、ね、メディアの方も、はい、まさかこんな話やっても誰も見ないだろうと思って最新情勢な,なんとかこう角度を変えて報じようということを皆さん工夫するわけですでそれは本当に大事なことではあるんですけど最初の方でおっしゃったように もうだんだんこうクロード筋しか情報を追わなくなっていくんですよね。うん、だからちょっとやっぱり僕この二百、あのウクライナ戦争二百日の。本を作った時もそうなんですけど、うんうん、だんだんもうなんかパレスチナ紛争を見たくなってきたな。そう、どっかでずっとやってるんだけど。うんうん でなんか中東のことやってる人々とかはなんかこのパレスチナの民の声を聞けとかって言うんだけどうん、うん、大部分99%の日本人は知らない,、うん、らないそもそもそんな紛争起こってることもうん、うん、ああそんなのあったねって,言っていやまだいい方みたいな。やっぱりウクライナの戦争も、まあ どうしても多少忘れられてはいくのかもしれないけど、うん、完全にそうなってしまったらだめだなんてやっぱもう何十年もずっと続いてあそこはああいう土地なんでしょって思われてしまったらやっぱり、まあ、ある程度これは失敗なんだと思うんですよ。大きく開戦前の1年間ぐらいでプーチンが言ったことを分類すると、うん、そのウクライナはロシアの一部でなければならないという民族主義的イデオロギーが一つ。うん で、もう一個はそのウクライナがこう人道的に許しがたいネオナチであって虐殺をしているあるいはその生物兵器を作って実験をしているみたいな連中であるうん、うん、で、あとはその安全保障上 NATO が拡大してきちゃうんだあるいは彼らは実はこっそり核兵器を作っているんだ、うん、中の3つぐらいに分けられると思うんです。 だけどそのいわゆる人道ナラティブの部分っていうのはどう見ても根拠がないわけですよ、うんうん、この本の中でも書いてますけど根拠があるんだったらそれ国連の安保理になぜも持っていかなかったんだっていう問題がやっぱ残りますよね。うん で、納豆拡大の方は、実はこのアメリカのそのいわゆるネオリアリズムとかやってる学者の人たちはこ、この納豆拡大の問題を非常に重視するわけですね。すねうん、だから、つまり、こう、そもそも冷戦後の納豆拡大政策の帰結が、今回の戦争なので。うん、究極的に悪いのは、アメリカなんだ、みたいな議論です。うんうん、で、僕はこの話、半分はわかるんですよ。うんうん、半分は分かって、やっぱり、あのロシアがいかに納豆拡大を。うん 準軍事的にもいわゆるこう精神的にも面白くなく思ってたかってことはよくわかるのでそれは半分そうかなとだけどじゃあ2022年2月24日にウクライナに攻め込まなければいけない理由の全部を説明してるかというと到底そうは思えないうん、うん、小泉悠さんがねさっきのウクライナ戦争の,この本の中で書いてらっしゃいますがコ、まあ、ライゼービッツの戦争論の統治権力と軍部と国 国民の三位一体がないと、ナポレオン戦争以降の。あの国家間の戦争で勝つことは、まあできないっていう有名な議論。国民。それを勉強してなかったと。まあ、ここでもよく議論しますよね。国民国家の出発点で、ナポレオン戦争だったんですよね。で、国民を使わないと、戦争に勝てないから、国民を作りましょうっていうことで。いわゆる国民国家が十九世紀の仲間に、どんどんできていくっていうことが、傭兵,兵じゃなくてね。うん、だから。 その意味でいうと、なんていうんだろう、そういうプーチン的妄想があるとすると、もうカレシクツのこの戦争的合理性を踏襲できないということになっちゃうんですね、はい。プーチンはもう若い世代ですから、彼がだから就任してきた時に書いたその新千年期をの狭間にあるロシアっていう論文の中では。 もうそのソ連の共産我々はこう、うん、ようやく今人類みんなが乗ってるハイウェイに乗ろうとしてるんだみたいなそ,の時はそうなんですよそれなりにこう西側世界に入っていくことに対する、うん、あのポジティブなイメージっていうのは多分プーチンにもあったし、うん、プーチンの周りのロシア人たちにもあったんだけど、うん、でもそれからプーチンは20年やってみて多分彼が頭に来ているのは。うん 西側の世界にこれから入っていくって時に西側世界のそれこそなんていうか。あの 西側世界クラブの,あの上流階級として迎えてもらえると思ったわけですね、われわれはそのぐらいの資格があるだろうと思っていたら、それが入っていったら、なんか一元さんはお断りやすみたいなことを言われたので、な、うん何年じゃねえぞ、この野郎って、そういうふ、うん、なってる気持ち、これは、ね、やっぱり、ね、ロシア人の中に広く共有されていると思います、ねうん、プーチンの頭の中は、少しは納得できる状態になりましたか。例えばベラルーシのようにね なってくれればいいなと思う気持ちがあるんだろうなと思うんですけどあの先ほど話題になった、ね、NATO の東方拡大があの、まあ、ロシアの,その戦略的なです、ね、脆弱さにつながるという意識よりも、えー、何かです、ね、僕は劣等感つまりこう西側化していく感覚 えー、あるいは民主化していく感覚うん何かねプーチンのこう劣等感を刺激する部分があの、まあ、ウクライナにはあるんじゃないかなっていうふうなあの直感があります。であの僕は京都で育ってるんですけどそうなんですよあの京都の人間って例えば僕が小学校1年生の時に京都に引っ越したんです。そうすると すべて言葉をね朗読の時間に直されるんですよ。あの箸を止めて窓の外を見たっていうふうに読んだんですよ。宮田君ちゃうで箸を止めて窓の外を見たでしょうって言われて全部直されるんですよ。学校で学校でねであのこの式やっぱすごくてあの例えば色町を取材するとやっぱ中国の若い例えば女子あの中国京都の若い女性ってね本当に外に出たことが ないんで,すよで自分たちのところが一番いい場所だ中心だって思っている感じであの、まあ、僕は京都で育ったからいいけど東京の人がそれを <laughs> 見たり聞いたりすると多分違和感があると思うんだよね。 にされているような感じエネルギーが止められるとか NATO が拡大してきて軍事的バランスが極端に悪くなるこれ恐怖の話あるんですよね。だけどやっぱそうではなくてあるいはじゃあんか資源地帯を占拠してなんとかしてやろうって利益でもなくてやっぱり人類は時に名誉で戦争してきたまさに例えば失地回復運動リバンチズムっていうのはこの話だと思うんですよ。 最近で言うとやっぱそのヒトラーの,その東欧をそのドイツのもとに回復してやろうみたいな第一次大戦に対,対するリバンチズムというのはまさに僕はこれだったんだろうと思いますしとすると、まあ、今回のプーチンの戦争というのはソ連崩壊に対するリバンチズムと理解できるとすればですよあの、まあ、実は歴史上そんなにひっくり返るのは珍しいことでもないのかな。ただそれが 21世紀にやっちゃうかねっていうところですよら僕は2000年に大学に入学してやっぱその21世紀の国際関係というのはもうそういうものではありえないという強い雰囲気のもとに教育を受けたわけです、うん、その相互依存も深まってる戦争は国際法的に違法化されてる人々の意識も大きく変わってると。 でこれだけインターネットで人々がつながってなんたらかんたら核兵器もあるからとかいろんなこと言われたので,、まあ、でそれは多分全部正しくてどれもこうかつてのように気軽に戦争をできなくなる要因ではあるんだけどじゃあしないかっていうとやっぱりするんだってことを今回の戦争は示してるんだと思うんですね。